麺の出汁にバーッといっぱい溶いて、その出汁に入れるんですか。そうそうそう、溶いてね、わさびみたいな、そう、わさびのような焼きでもなく生の生のを吸ったやつを、あれこれ一回やってみるんですよ。裏は取ってください。僕の後ろは裏はかもしれません。カツオの方だけど、吸ったやつじゃん、ね、まあ、スライスもいい。若い時はあの丸々の素揚げみたいなことだけど、今味と変わってる。でもやっぱり火入れるとね、甘くなって、うん、そうそんなに芋みたいになってる。そうですね、あのそんなにあのお腹にもなるね。あ、うわ、いや、これ300円、これはすごい。もう始まったよ、つなげちゃった。俺ポテトサラダで、ポテトなんとなくつなげちゃったけど、こういう器にまだ、うん、なんかもう4人も見てるんやけど、どうしたら。見てんの。俺300円です。俺ほら、ぬぎちゃんごめん、俺300円。素晴らしい。これ300円。始まってるらしいよ、加藤さん。違う、手が2人を欲しくて。どう思いますか。300円。聞いてる、加藤さん。ちょっと聞いたの。おすすめは何なんですか。ん、おすすめのこれは飲めるというアテ、アテ、アテ、はい、アテ、アテ系がいいの。アテや、アテがいい、アテがいい。アテ、アテなんだろうな。ない、ないんだ。ないんだ。やっつり、やっつりいけますよね。アテなんかおすすめないですか。おすすめのアテは、おすすめのアテは何でしょう。グラスをし答えてくれへんし。一番簡単なやつ。はい、ということでございまして、なんかで予定が11時からなんですけども、もはやなんか始まってるような感じがいたします。はい、ここは三宮北の畑坂にありますボイスというライブバーでございます。ご覧の皆様、早々にありがとうございます。はいね、なんか今日はもう誰も見ないと思ってたのに見ててありがとうね。まだ本番まだね、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 リハの状態でございますので。でも大体あの、ね、出来上がってこんな感じでやりますので。はい。ではでは。結局それでやるの？ずっとそれ持っとかなあかんね。うん。いいの？どっちでもいいよ。それが真理ですね。なんでそんな無計画に始めちゃったの。いや別に一遍切ってもいい、一遍切ってもいいよ。まだ誰も何の段取りもしてない。おかわり、同じやつ。これは流れるんですよ。これは世界中に任せされてる。世界中に、はい、あ、世界中です。はい、またあの見ようと思えば見れます。かわいいやん。またハーフじゃないんですね。ハーフじゃないですね。あのどっちも長田の人です。ハーフじゃないですね。だって記念すべき第1回こんなダラダラ始めちゃったけどええの。ああ、赤人のなんかバーみたいにね。それです。それ目標。いろいろもうこういうのをしましたね。持ってきてやろう。そうだよ。困るよ、秀樹さん勝手に始められたら。ということで、あのリハという感じでね。リハでね。はい、リハという感じで、ご覧。本番はね、多分ね、11時ぐらいになると思うんですよ。はい、まで本番かリハかよく分かってませんけどですね。この間ごつい会うてましてね、あのもう一人こっち映ってないですけどね。もう一人メインの方が、はい、この方がもうえらい顔で映ってますからね、パイロット版の見ていただければ、ね、アニソンのございまして、アニソンの三宮女王、はい、そんなことない。今日はなんかいろんな情報をね、お伝えしようと思ってたから、ニュースキャスターみたいな。妖精たちの夜ということで、世界中の妖精をね、ちょっと調べてこようと思ったんですけども、ちょっと調べてないので、またこれ、おいおい、これで見ながらね、どんな妖精がいるのか。結構妖精図鑑っていうのがね、母校の中学の図書館に、なんて中学の図書館、
結構高かったんですね。養成塚1万ということで11時から11時からお届けしますので、また後でね。